はい、続きまして6つ目、家で男性と女性で部屋が分かれている。これは丸です。私がサーサーと一緒に、家面のお家にお邪魔したことがあって、その時は家族が男10人、女10人ぐらいいたんですね。で、その時は私は女専用のお部屋にご案内をされて、サーサーは男性専用の部屋に案内されたんです。だから私たちが一緒に会って話すことはなくて、私はその家面人の姉妹とママとばあちゃんがいるお部屋で、なんとかやり取りして、家面の方ってすごく優しくてフレンドリーで、あの YouTube とか見て、私この歌手が好きなんだとか、どこ出身なのでダンスを踊って見せてくれたりとか、あとはアラビックコーヒーを振る舞ってくれて、お菓子も振る舞ってくれて、あと最終的にはプレゼントまでいただいて、いやもう本当になんかあのおもてなし精神がすごいなと思って、あの感動したのを覚えています。7つ目、レストラン、カフェは男性専用と女性専用で分かれている。そうですね、これも家と同じで、大手、ファストフードショップマクドナルドとか、あとはカフェでいうとスターバックスとか、入り口がもう男性専用の入り口と女性家族専用の入り口で分かれています。ただスターバックスに関してはこれをちょっとやめようっていうので、今はもう全部改装をしているっていうのは聞きました。で、実際に私がご飯に行った時はどうしてたのかって、サーサーとご飯に行った時はそうですね、テイクアウトをする、もしくはテイクアウトして家で食べるか、車の中で駐車場で食べるか、もしくは家族専用のところに行って普通に食べてました。でもお店の人も別に何も言わないし、何も問題はなかったかなって思います。8つ目、スポーツは男性のもの。これは×です。なぜ、まあ一見すると外で、例えば公園にあるサッカーコートだったりバスケのコートだったりっていうところで、ゲームを楽しんでいるのは男性のみです。女性はどうやって運動しているのかっていうと、ジムに行って運動してます。ジムの中に、そういうバスケのコートがあったりランニングマシンとかがあったりして、そこに行って運動を楽しんでいるそうです。なので、スポーツは絶対的に男性のものかって言ったらそんなことはありません。女性も、運動を楽しむことが可能です。9つ目ですね、今伝えた項目、破るとムチ打ちの刑が、女性に課されるという話なんですけど、これは全くの嘘です。まず、ムチ打ちの刑っていうのは女性だけでなく男性にも課される刑でありまして、なおかつ、2020年の4月にムチ打ちの刑という処罰が、撤廃されております。なのでサウジアラビアにムチ打ちの刑はありません現在で。いろいろ話を聞いていると、女性のメリットって少ないんじゃないかなって思うと思うんですね。でもそんなことはなくて、例えばサウジアラビア人女性がサウジアラビア人男性と結婚する際に、すごく利点がありまして、その結婚する時に大金がもらえるんですよ、旦那さんが。その金額っていうのも800万円もらえるんです。例えばサウジアラビア人家庭で娘がたくさんいる家庭っていうのは、結婚すればたくさんお金が入ってくる。で、逆に男性の家はだんだん稼げるような感じなので、それもそれで嬉しいと。だから、サウジアラビア人女性の親としては男の子欲しいって言うらしいんですけど、私女の子もよくねって思いますね。なんでこう少し周りと違うのかっていうのは、まあイスラム教徒にとって大事な国であるっていうか、厳格な国であるっていうことで、ちょっと変わった決まりがあったりっていうのがあるのと、あと建国してからサウジアラビア自体がもう90年ぐらいしか経っていないんですね、現在まで。なのでまだ新しい国でその決まりだったりとか方針とか、あとなんて街の発展っていうのがまだまだ、遅れているのが現状です。なのでそのために政府がビジョン2030っていうプロジェクトを今進めていて、新しいシティ、ニュームっていうんですけれども、そのシティを作ってどんどんいろんな外国人が来れるような状況にしておこうとか、あとは電車を作ろうとか、まあ、女性の運転がどんどん増えていくように、その大学で免許が取れるような、促進をしたりだとか、どんどん変わってきてるんですね。なのでそう、現時点ではまだまだかもしれないですけど、その変化が見られる国っていうのはかなり魅力的かなと思います。
まるで日本が鎖国してきた時代に海外からペルー来航とか、昔の日本の発展を目の前で見られてるのはすごく魅力的かなと思うので、国の形自体も三浦半島というか、まあ、その辺に近かったりとか、外交をこれから始めるっていうのはすごく楽しみです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと結構長くなってしまったんですけども、これで少しでもサウジアラビアへの理解が皆さんに深まるといいかなと思います。またちょっと今回はさらっとそれぞれお話ししていったんですけど、また深掘りできたらいいかなとも思っています。今日の動画が面白かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録、通知登録よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のアラビア語、ワッラワッラ、これはとてもという意味ですね。皆さんも言ってみましょう。せーの、ワッラワッラ。例えばワッラアハベクだったら、とても愛していますっていうような感じになります。ワッラアハベク、せーの、ワッラアハベク。皆さんもぜひ使ってみてください。